日本国の建国では、日本の伝説上の建国について解説する。日本は、出雲神話を由緒として、西暦紀元前7世紀に、神武天皇によって建国された。西暦前一世紀節なども存在する。神話、国史である、日本初期、古事記は、九州日向国に生まれた菅山といわれ彦の孫が、岡田宮殿を経ての統制を行い、山戸国歌原宮で、 初代天皇に即位した時をもって日本国が建国されたとする。明治5年大上官布告第342号により、法的にこの辞席を日本国の建国とした。戦後においては、において国民の祝日である建国記念の日が2月11日と定められた。古事記の一つである日本書記によると、菅山といわれ彦の天皇は45歳の時、 アマネソニニギが余って179万2474年になるが、遠くの地では争い事が多く、塩土の叔じによれば、東に美しい国がある。そこへ行って、東を作り国を治めたいと思い、東西に出た。古事記によると、カムヤマといわれびこの命は、兄の一世の命とともに、日向の国高千穂で、吉原、中国を治めるには、 どこへ行くのが適当か相談した結果、東へ行くことにした。新有年春、正月、かのえたつ一日、つまり、神武天皇即位期限の元年の正月、岩われ彦は、柏原宮で戦争し、初国知ら天皇と称した。数え年52歳の年であった。国家としての日本、日本の民族、文化は、有史以前からの長い年月を経て、 段階的に形成されてきていて、明確な建国の時期を示す記録は存在しない。建国記念の日は、危機で神武天皇が即位したとされる日となっている。日本初期、神武則に、神山と言われ彦が親友年春、正月かの江達一日に即位したとの記述があり、古代以来、これが日本建国の活気と広く考えられていた。建国の時期として、 この他に日本国号が定められた時期や大政奉還がなされて近代国家の建設が始まった明治維新の時期などが挙げられることもある。しかし国家としての日本は長い歴史的な経緯を経て形成され明確な建国の活気を乱すこと自体が困難といえ主観的なものとなりがちである。1872年12月15日には神武天皇即位期限が 西暦紀元前六百六十年に始まると定められ、これを元年とする記念法、後期が明治六年一月一日から使用された。また、明治五年大上官布告第三百四十二号により、法的にこの実績を建国とした。その後、公的には、この人武天皇即位級刑をもとに九百五十七年頃から建国記念日制定に関する法案が九度にわたり、 提出されてきたが、歴史学の立場から見る、神武天皇の即位は、当の危機に何人もの人が100歳以上生きていたなどの、記述もあることから神話と見られ事実でないとするのが、戦後の大勢であったため、いずれも成立には至らなかった。しかし1966年建国記念の日となる、日を定める政令により、2月11日が建国されたという事象そのものを記念するとして、 建国記念の日が定められた。神武天皇の存在については、実在論もあり、議論は続いている。戦後、後期の使用は一部を除きほとんどなくなった。ありがとうございます。